4分間に全てをかけます。でも4分じゃ終わらない。宅配ボックスでございます。エントランスはオートロックでございます。エントランスには、これはデジタルサイネージと言っていいんでしょうか。ちょっとね、変わったお部屋なんですよね。なのでしっかりと撮影してみようかな。4分のやつやけど、あ、すごい、これが完成するまでのやつや。なので4分じゃ全然終わりませんので、しっかりとご覧いただければと思います。ちょっとね、すごい変わったお部屋なんですよ。できた？あ、もう撮りすぎた。行きましょう。2022年に完成した木造2階建てのアパートでございます。お邪魔します。今回は福岡市博多区美濃島にやってまいりました。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックと新ダブルロックでございます。ダブルロック、靴を揃えてシューズボックスですね。シューズクロークと言っていいでしょうかね。段数しっかりのシューズクローク、電気付きでございます。いいね、素晴らしい。ああ、好きなスペースある。サボテンスペース確保されております。ここのね、玄関の上が抜けていますね。JR 鹿児島本線博多駅まで徒歩19分となっております。お手洗いですね。温水洗浄便座が設置されております。壁にリモコンがついているタイプで、照明がおしゃれ。上部には換気扇が設置されております。そしてこちらがパウダールームですね。独立洗面台が設置されております。独立洗面台がおしゃれ。はい。横にスライドするタイプなんですね、これね。こんな感じになってます。すごい。室内洗濯機置き場が完備となっておりまして、上部には棚が設置されております。こちらは、浴室乾燥機のリモコンでございます。バスルームですね。高級、あんま見らんね、この壁ね。はぁ、いいね。ときめいちゃうね。高級感しか感じないバスルームでございます。追い焚き機能も完備となっております。サーモスタット水栓が採用されておりまして、鏡がでかくて、マハロハウスポッキンステッカーでございます。はい。何のことやらみたいな。はい。ね、去年骨折したんですね、僕ね。上部には浴室乾燥機が設置されております。あとね、浴室でね、音楽が聴けるように Bluetooth とかもね、ここに入ってるらしいんですよね。はい。すごくいろんな設備がありまして、説明が非常に大変でございます。リビングですね。リビングの広さは 8.9 畳でございます。まずはキッチン。こんな感じのスタイリッシュなキッチンでございまして、二口の IH コンロとなっております。一応ですね、IH コンロなんですけど、こちらガスの種別、都市ガスになっております。キッチンは電気っていうことですね。上部には、また、ね。換気扇も設置されております。ここキッチンの上、つきますね。照明がありまして、下部収納は、こんな感じです。こんな感じですね。下は抜けてる感じで、これですね、キッチンの扉がこんな感じになって、隠すことができる仕組みになって、ちょっと片手だと難しいな、こんくらいか。よし。はい、ということでこんな感じでね、キッチンをスタイリッシュに隠すことができるようになっております。こちらは収納です。こちらは収納ですね。こちらもね、扉をこう入れ込むことができるんですよ。一つ一つにね、すごくこだわりがあって、ここ冷蔵庫かな？上部に
コンセントがあって、アース付きのコンセントありますんで、冷蔵庫、ちょっと下ね、荷物があるんで、ちょっと映してないんですけど、冷蔵庫のスペースでございます。はぁ、あ。はぁ、あ。いいね。すごいんですよ、とにかく。なんか、とにかくすごいんです。あれ、あそこ、シーリングファンなんかありますよ。すごいんですよね。なんか、僕も、あれですよ。初めて来たんで、ちょっとドキドキしてテンションが上がってしまっています。ちょっとうまく伝わってないかもしれないんですけど、すごくね、おしゃれ。何ですかね、これはね。バルコニーですね。よいしょ。バルコニーの向きは南向きでございます。ちょうどね、建物があるんですけど、南向きのアパートメントでございまして、防犯シャッターはなさそうです。今回のお部屋はですね、アート貸し出しができるんですよ。皆さんの好きなアート。もう僕といえばアートじゃないですか。こういうね、アートを貸し出してくれるというサービスがありまして、3ヶ月に1回アート、そしてあと居住年数に応じて、いいアートが、レンタルで借りることができるようになってまして。うわ、すごいね。なんかね、そういう絵とか好きな方には非常におすすめで、この管理会社さんのホームページに、こういうのがありますっていうのが、ね。ございますんでですね、ぜひチェックしていただければと思います。こんな感じの。すごい。そしてさあこちら、わざと暗くしときました。はい、ということで、ちょっとね、今ネットの環境、まあ、ネットが繋がってない状態なので、このから先には進めないんですけども、ここでね、 YouTube とか見れるように、こういう感じですごくいろんな仕掛けがありまして、昭和の僕にはちょっとついていけないぐらいの感じなんですけども、YouTube とか Netflix とか、この壁、これですね、実はこうやって可動式で、こうやって収納も可能なんですよ。こういう感じで収納も可能になっておりまして、ここを開けてですね、シーリングファン、ファンファン回して開放的に使うことも可能です。ここのカーテンも開けることが可能になっておりますんで、これ難しいね。動画のご説明ってね。はい。すいませんね。洋室9畳ですね。2階は9畳。1LDK メゾネットでございます。いいね。アートのある暮らしですよ。これでいいか。上部にはね、間接照明、ダウンライト等が設置されております。と、クローゼットですね。開けたら勝手に電気がついちゃう、こんな感じのクローゼットでございます。すごいね。で、2階にもバルコニーがございまして、こちらのバルコニーの向きは北向きになります。北向きのバルコニーがございます。本当ね、さまざまな仕掛けがありまして、これだけではねご紹介できないぐらいなんですけども、ぜひ気になる方はですね、お問い合わせいただければと思います。設備といたしまして、エアーコンディショナーが1階にもありましたね。一応確認しましょう。声出るようになってきたね、私の声が。なんかライブやってる感じですね、今日のこの動画は。すいません、はい、ちょっとテンションが上がってしまって、すいません。設備といたしまして、エアーコンディショナーが1機、合計2機設置されております。非常に珍しい、ちょっとね、ドキドキしちゃうお部屋なんでですね、ぜひ一緒に内覧をさせていただければと思います。資料見ながらね、ご案内させていただきますので、ぜひ気になった方はお問い合わせいただければと思います。この物件の気になるお家賃は、11万8000円、管理費3000円でございます。この物件が気になった方は、マハロハウスまでお待ちしております。